はい、今日はですね、フィッシュグリップをちょっと紹介していきたいと思うんですけども、今回のフィッシングショーとかでも結構話題になってたゴメクサスの新製品ですね。もう結構人気でネットとかでもですね、売り切れてるような印象あるんですけど、釣り具屋さんとか行ったらですね、在庫あるところ結構あるみたいで、これちょっと良さそうなんでね、紹介したいと思います。で、これホームページの価格ではですね、5990円になってるんですけども、この値段がですね、安すぎず高すぎず、まあ、ちょうどいい設定なんですよね。で、安ければまあ安い方がいい、高いともちろんいいのいっぱいあるんですよ。ただまあ安いとですね、外れる魚がこう暴れた時にここが外れたりとか壊れたりとかですね、まああとこのグリップが硬かったり硬いすることもあって、まあなかなかちょっとですね、いいグリップに巡り合うことなかなかないんですね。で、これはなかなかですね、ちょっといい線ついてるんじゃないかなと思います。で、長さがですね、ここ30センチぐらい、約295ミリあります。で、これおおよそ30センチあるんですけど、まあどうでもいいかもしれないですけど、魚の中かるときに30センチで覚えておいたらね、倍で測っていけば意外とできたりする、ちょうどいいサイズかもしれない。重さがですね、287グラム。で、これ決して軽くはないんですよ。軽くはないんですけども、やはり合成とかですね、丈夫さ、あとアルミ、質感、素材ですね、いろいろ突き詰めたら、まあ、やっぱ頑丈なグリップ、丈夫なグリップ、強いやつは多少重量やっぱ出ます。自分の体感、使ってみた体感なんで、この辺も好みですね。しっかりした重量感があるんで、特に重くは感じないですけど、まあいいんじゃないですかね。で、これボディなんですけど、アルミ合金使われてます。調べました、6065アルミ合金、アルミマグネシウムシリコン合金ですね、ってやつなんですけども、強度、あと耐食性ですね、錆びにくい、この辺がアップしてるアルミらしいです。で、まあ、全体アルミなんですけども、このトリガー先ですね、グリップの部分はステンレスですね。厚みが 2.5 ミリあるみたいです。で、これトリガー指1本でもうサクサク引けるぐらいの軽さあるんですけど、遊びがあるわけではなく、なんかシルキーな感じで、なんかよく作られてるなってイメージありますね、引いた感じで。これ開いたこの先っちょ、開口部分は40ミリあるらしいです、4センチ。で、当然ですね、当たり前なんですけど開かないです。で、ここの長さですね、が十分あるんで、大きい魚にも十分対応できる、取り込みが楽だと思いますね。ガッと掴むのが、ここが短いとですね、掴みにくいんですね、入らないんで、結構大事なところで。あとハンドルの部分ですね、これエバ素材になってて掴みやすいです。で、まあ、これ回転をしますね、これ結構大事なところなんですけど、平べったい魚はあんまり意味、使うことないんですけどね、これ長細い魚、青物系とかですね、サワラ関係とか、あの辺ですね、ぐる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 回るんですね、あいつらデスロールしちゃうんで。だ、これがあると、まあ、だいぶ楽ですね、多分。意外といい機能ですね、回転する。で、これですね、ここに実はですね、ウエイトのスケールがついてて、こうですね、18キロまで、18キロ測れるらしいです。まあ、冬にでかい魚が釣れたりしたらですね、ちょっと重さ測ったりしちゃう、やっぱりそういう時には便利な機能
嬉しい機能ですね。であとこれでかい魚釣れたりしてぐるぐる回ったり暴れたりするとここがちょっとクッションになってまあ扱いやすそうな気がします。そういうのもあるかもしれない。どうだろうな。うん。でここのグリップエンドのところですね。ここは、リーシュが付けられるようになってます。リーシュというか、なんていうんですかね、コード、なんとかコード、パラレルコード、違うな、なんだっけな。はい。落ちないように紐付けるんですね。こういうところもいいですね。デザインシンプルで、であとですねこれカラーがまあこれはガンメタのゴールドってやつなんですけど、ここが多分3色、赤、青、金、これゴールドですね。でボディがガンメタかブラック、これ2種類あるみたいです。なんで 2×3 で6種類ですね、全部であるみたいです。でまあ、まだ使ってはないんですけど、これ最初の印象としてはですね、もうじっくりじゃないな、ずっしりか、重厚感っていうんですかね、しっかりしてて頑丈そう、そういう印象です。開閉もシルキーで無駄に遊びもない、であとは好みかもしれないですけどね、シンプルで、まあ、ちょっとかっこいいかなっていうイメージもありますね。グリップの長さもちょうどいいし、大きい魚からちっちゃい魚まで何でも使えるかなって感じありますね。まああとはね、ちょっと実際に使ってみて、どんな感じかっていうのをですね、またアップしていきたいと思いますんで、これちょっと使い込んでみようと思います。ゴメクサス、ちょっと名前わかんないですけどね、フィッシュグリップ。以上です。